お？タロイこんにちは。音楽聴いてるみたい。タロイ。今日は天気が良くて気持ちがいいね。トニーこんにちは。映画が完成したの？すごいね。トレインタウンのみんなにも見せてくれる？ああ、大きなスクリーンを設置するのにトロイの助けがいるんだね。トロイ、助けてあげられる？よし、じゃあまずはテディのところへ行って変身させてもらおう。テディこんにちは。トロイとトニーが一緒に作った映画を今日みんなに見せたいんだけど、どうしたらいいかな？うわー、大きなスクリーンだね。うわー、すごい大きな音が出るよ。タロイ、屋外で音楽をかけるようにしようね。テディ、それは何？後でわかるって？トレイは完成かな？助けてくれてありがとう。君も映画を見に来る？よかった。トロイが来るのを待ってるの？トロイだよ。みんな、トニーとトロイが作った映画を見に来たの？どうしたの、ジョー？おやつがいるって？ジョーにおやつはある？うわー、ポップコーンメーカー？超よかったね。さあ、映画の準備はいい？トロイ、始めようね。うわー、すごかったね。トロイありがとう。テリーもトニーもありがとう。
トニーのファンができたみたいだよ。みんなまたね。うわあ、トレインタウン、今夜春節を祝ってたんだね。やあみんな、楽しんでるかい？もう少しで深夜だし、テリーのスペシャル花火大会が始まるって？いいね。もう少しで始まるぞ、みんな。注目して。あれ、もう終わり？そうだね、トロイ。何かあったはずだ。テリーに聞きに行こう。やあ、テリー、大丈夫かい？花火打ち上げ装置がなんかおかしいって？困ったなあ。でもまあ、トロイがいるし、なんとかなるよ。トロイ、山のてっぺんにある花火まで行って火をつけてくるんだ。深夜まで5分しかないから急ぐんだ。だから飛ぶぞ、トロイ。トロイ、これで飛べるぞ。けど、もうちょっと何か必要かな。このキャンドルさえあれば花火に火がつけられるぞ。このブースターで速度が速くなるぞ。風があっても平気だ。ありがとう、テリー。トロイ、急がないと時間がないぞ。山にある花火見つかったかい？あったぞ。行こう。風が強すぎるな。トロイ、ブースターを使うんだ。いいぞ。ふう、よくやった。だから花火に火がつかなかったのか。まあ、あと10秒残ってるから、あとは大丈夫だよね。5、4、3、2、時間ぴったり。
おかえり、トロイ。ありがとうね、トロイ。春節もこれで迎えられるぞ。明けましておめでとう、みんな。じゃあまたね。ありがとうね、テリー。花火、綺麗だね。やあ、ティナ、読書かい？でも、気をつけた方が。あらら、大丈夫かい？あれ、バイロン卿にあげる予定だったって？お、トロイが来たぞ。彼なら何とかできるかも。やあ、トロイ。ティナにちょっといろいろあってバイロンにあげる予定だったものを落としちゃったんだ。何かないかな。そうだね、テディのところに行ってみよう。すぐ戻ってくるね、ティナ。やあ、テリー、ランチの途中、申し訳ないけど、助けてほしいんだ。大丈夫かい？ティナが脱線しちゃって、バイロンにあげる予定のパイプを落としちゃったんだ。なんとかできないかな。いいぞ、ありがとうね、テリー。じゃあやってみよう。なるほど、ライフガードトレインか。じゃあ行こう。ティナ、トロイが向かってるぞ。何してるんだい？あらら。急いで、トロイ。ティナが落ちちゃった。急ぐんだ。輪っかを投げて。ありがとう、トロイ。助かったぞ。よかったね、ティナ。でも危なかったから、次はライフガードが来るまで待っててね。じゃあ、早速、バイロン卿に渡しに行こうか。じゃあ、またね。
おお。トレインのトロイ。ジョー、こんにちは。缶をたくさん運んでるの？風が強くなってきたね。おっと大変、缶が全部こぼれちゃった。トロイだよ、助けてくれるか聞いてみよう。トロイ、缶を全部拾わないといけないんだ、考えはある？そうだね、テリーならいつも通り何か解決策を知ってるはず。さあ行こう。テリー、こんにちは。ジョーが倒れて缶が散らばっちゃったんだ。トロイが助けたいんだけど、何かアイディアある？よし、始めよう。うわあ、トロイ、缶をリサイクルできるようにしてくれたよ。さあ、ジョーのところへ行こう。ジョー、見て、テディがトロイをリサイクルトレイにしてくれたから、これで大丈夫だよ。よし、トロイ、新しいマグネットで缶を集めてね。さすがだね。あとはどうしようか。それはいいアイディアだね。見て、すごい暑さだね。うわあ、ジョーのミニチュアの完成だよ。リサイクルは楽しいね、トロイ。ジョーも笑顔だよ。
二人とも気をつけてね。みんなまたねー。